ありがとうございます、はい、まあ、自分で振らなきゃいけないんですよ。そうですね、これが辛いところなんですよね、はい、もう5、6回も6回 もう毎年自分で自分の振りをしてるんですね、はいはいはい、僕は、じゃあここでジョニー君のバースデーを取り行いたいと思います。やったぜ、よよ、なんか出てくるのかな、お、なんかドリンクが、なんか出てくるタイミングは今かな今かな、今かな、 おっとちょっと手が開かない、手が開かない、手が開かない、ちょっと難しい今のタイミングでは。頑張れコウスケ、頑張れ、そのコウスケ君が今、はい、頑張っております。お、なんか出てくるの、あ、ケーキがあるんですね。ああ、お、何か液体が飛んだ感じがしましたが、あれ、もう一個ケーキ出てきましたね。あ、そうです、飛びましたよねもうケーキいただいた方、どうもありがとうございます。 ありがとうございます、皆様、そしてこの大量方もどうもありがとうございます。素晴らしい大量方、チームフルカブの方々すごいね、これこれすごすぎますよね。祝大量、大量、今年も商売繁盛、はいはい、縁起がいい、縁起がいいから、皆さんこれ、あ、ジョニーさん、ありがとうございます。ちょっと予想だにしないものが出てきましたね、はい、はい、まさかのケーキもあるね、はい、ケーキもある、うん、ここら辺ですよね、はい、今着火されてますね、ジョニーさんね、すごい、一つではなさそうな感じ、ありがとうございます。そうですね、じゃあこれ私持ちましょうか。あ、お願いします、はい、じゃあ私目がね、これすごいですね、いっぱい出てきましたね、はい、これありがとうございます。うわ、すげえ、すげえ風とオートバイジャケットの、はい素晴らしい、はい、セニアで、はい、え、そして
なんだこれは。わ、なんかすごいリーゼントパンですね。あいつの仕業だな。松永の、あ、小岩の松永の仕業、ね、すごいですね。これはどうしましょうか。手が足りないね。手が足りないですね。ストリップの絵画、はい、はい、ではなんか記念撮影的なことしてるんだな、これ。あ、撮影、記念撮影しますか。じゃあ撮ってください。記念撮影します。はい、先に撮影します。はい、どこかもう分かんないから。うわー、笹和さんを見てるよ。じゃあ、なんかトラウマになりそうですね、これ。なんかすごい、どこでしょうか。笹和さん見てればいいですかね。センター。いや、これはすごいですね。これまあちょっと、はいはい、お、なんか言ってくれた方がいいですよね。はい、お願いします。こっちも目線お願いします。はい、はい、はい、よろしいですか。はい、こっちも撮ったから難しいです。ありがとうございます。またどうでしょうか。笹数勘さんはずっと撮ってますか。はい、ダメ？ダメみたいな。はい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 。ルです。あ、あ、いきますか。お、素晴らしい肺活量。3ステージやる気にはこれぐらい肺活量ないとダメです。ジョニーの誕生日を祝って乾杯したいと思います。はい、皆さんスマホからグラスに置き換えてください。はい、オッケー、ジョニー、山下大吾誕生日おめでとう、乾杯。はい、あ、こっちがありがとうございます。はいはい、すごいですね。絆って書いてありますね、こちら。すごいバイクですね。バイクですね、これすごいですね。レコードジャケットのジャケットケーキです。すごいよ。食べれないですね。350リットル。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。リーゼントパン、これはヘビーですね。うん、これはそうですね。すごいね、これ。何人前だもん。はい、一日働けますね、これを食べたら。メンチ入り。メンチ入り。1000が食べます。メンチ切ったあるメンチ切ったらリーゼント、だからメンチが入ったリーゼントパンですね。なるほど、限界。小山のブーランジェリーバースという、はい、ブーランジェリーバースで作っております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本当に。すいません、ずっと持ってます。すいません。ストリップの回です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、いいですよ。はい、ありがとうございます。そうですね、はい、ちょっとね、おケーキの方ちょっといいね。本当に、はい、はい、モテるかな、モテるかな、大丈夫かな。はい、毎年毎年本当にありがとうございます。はいはい、皆さんも、うん、まあ、いわゆるジョニエンでもう やりだして6回目ですか。6回目になりますか。そうですよ、もう6回目ですよ。早いもんですね。全部いるよね。全部います、大体います。うん、僕は大体手拭いいただいてるんで。まあ本当はもうちょい広いところでやりたいんですけど。まあ、やっぱりね、北さんが住んでるからね。あ、そうですね、怒っちゃうから。まあ一応僕はジョニーエンジェル、まあ、知らない方もいると思うんですけど、はい、お、あれ、待って、ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ジョニー、おめでとうございます。ここでハッピーバースデー to you、急なバースデーソング歌ってなかったからね。そうです、急な。そうですね。他にいるのかと思ったら俺。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうジョニーエンジェルにじゃあ恩返しをしようという企画で、はいはい、まあ、毎年毎年ここでジョニーエンジェルが続く限りはやっていきたいと思います。はい、まあね、スタッフだったということで、はいはいはい、まあ、北淳がジョニーっぽいからジョニーっていう感じで、なんかここのオーナー北さんがざっくり決めたおかげで、俺はもう人生が狂わされ、ジョニーとして生きていくことになる。いや、狂いましたね。そう、もうまさに、そして AC ミュージックオフィスというね、はい、僕の事務所を立ち上げてくださった我らがボス、AC ソメア代表と出会ったのもここですね。うん、よく飲んだ時に言われるんですけど、出会った時は、なんかおめえはクソみたいなやつだった。悪口を言われてたんですか。いや、ほんとひどかったんですよ、昔はね。そこが良くなくて、そこが良くなかった。そこが良くなかった。もうこんなふんぞり返っておめえはみたいな。
悪いことだったんですね。今おかげさまでこう構成させていただいて構成したんですね。今しましたしたらしいです。おかげさまで今がこうあります、はい、本当に皆さんのおかげで。あってよかった、まだまだね、はい、もう31ですからね。いや僕らは見えないですね、うん、昔の写真見てもあんま変わってないんですよ。そうですね、なんか今の方が体のもう締まりもいいし。そうですね、ほらどんどん年取っていくんじゃなくて、どんどんレベルを重ねていくと思ってて、今レベル31ですから。あ、31。まだまだどんどんかっこよくなるんだなと僕は思ってやっております。ミックジャガーみたいな感じです、ね、うん、追いませんから、はい、腹出てきたら死にますから。死ぬんですね死ぬと言いました今。髪ももう剥げたら死にますから、ね、すっぱりやめますから、すっぱりもうね、みんなやっぱこうやめていくじゃないですか。そうですね、なんか年取って、うん、やめてきます、ね、僕はちゃんとでもまあなんとかキープして、矢沢さんとかね、あ、うん、シュッとした感じで。でも引退とかじゃない、死にます。死ぬんですね死ぬんですね切腹する、もうそのぐらいの覚悟でキープして生きていきますよ。ちょっと保険が下りないですね、死なれちゃうそうですねじゃあちょっと今年の抱負というか、うん、今年の抱負、今年というか、まあ、うん、まあそうですね、今年の抱負、やっぱりまあ海外はメインでいろいろと活動していて、そうですね、やっぱりまあ英語ある程度、まあ習得できてきたんで、まあもう一カ国ぐらい喋れたら面白いのかなと思って今ちょっと考えてて、いろいろ考えて、言っちゃったね、これ言っちゃったら言わなきゃいけないから、俺はあまり言わなかったんですけど、 SNS とかでも言います。じゃあもう一カ国語なんか、お、今日今年からねちょっと勉強し始めようかなと。お、第二言語習得ですね。まあいっぱいいるじゃないですか、バイリンガルのロックノーラの人ね、まだ、はい、ヤマさんとかヒヨノさんとか喋れますけど、トリリンガルがなかなかいねえんじゃないかと思って。いやもうね、そうですね、いいです。もうどん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 増やしていこうかなと。あ、言語ね、メキシカンロックって言ってますね、なんかエスパニョールもいいですね、でも僕の好きなまあ、マレーとかもいいし ね、あとフランスも好きなんで、うんうんうん、もしくは中、もうこのこれからのビッグマーケット狙っていくならチャイニーズ、あ、そうですね、まあいろいろなんかちょっと考えながら、ね、ちゃんとまだまだこの年になってね、なんか勉強して、財産を築こうかなと思ってます。経験という意味でですよ、知識は財産ですから、はい、これからガンガンね、まだまだやりますんで応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よし、ではここからもうちょっと頑張ってみますか。じゃあここからまだ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 盛り上がるナンバーいきますから、はい、そうですよ、ガンガン踊っていただけたらと思います、はい、いきましょう。 Look at that Cadillac。When I wake up in the morning, first thing comes to my head. When I wake up in the morning, first thing comes to my head.
Yeah.
お待ちください。